はじめに地域包括支援センターから見守りネットワーク事業みまもっとのご案内です。地域包括支援センター三上さんと花城さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに地域包括支援センターというのはどういうところなのか教えてください。はい、地域包括支援センターとは地域にお住まいの方の身近な相談窓口として調布市から委託を受け高齢者やご家族からのさまざまな相談を受け付けています。介護保険をはじめ介護予防などのサービスの利用や虐待の早期発見防止など高齢者に関する総合的な相談を受けることやみまもっとの運営などを行っております。地域包括支援センターは調布市内に10カ所あり個人情報に配慮して相談に乗っております。お二人はみまもっとの担当者ということなんですが、このみまもっとというのはどういった事業なんでしょうか。はい、見守りネットワーク事業愛称みまもっとは市内の高齢者や障害者、生活困窮者など支援が必要な方々が住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられるよう地域包括支援センターを中心に地域住民、関係機関、協力団体及び市が相互に連携し合うネットワークです。具体的にはどんな時に地域包括支援センターに相談するといいんでしょうか。では具体的にフリップを用いて説明します。隣のおばあちゃん一人で大変そうだけどご飯の支度や掃除は大丈夫かしら。一人暮らしで車椅子の A さん、ずいぶん新聞がたまっているみたいだけど大丈夫かな。あの老夫婦の家ベランダに布団がずっと干しっぱなしだけど。このような時に地域包括支援センターへご連絡をいただければその後電話や訪問でご本人の様子や困りごとなどの内容を伺います。そしてその方に合った福祉サービスへ橋渡しをするなどその方が安心して生活できるようにお手伝いします。心配なことや様子が気になることについて早めに連絡をいただくことで早期にさまざまな支援につなげることができます。なるほど。最近は地域の中で孤立している高齢者が増えているとよく聞きますので、地域みんなで見守っていくことが大事ということなんですね。そうですね。そのためにもできるだけ多くの方たちに見守っとについて知ってもらいたいと思っています。私たちも地域のお祭り、サロン、自治会の活動などに参加しながら見守っとの PR 活動を行っています。見守りネットワークのキャラクター見守っとも一緒に活動しています。いろいろな活動をされてるんですね。はい、高齢者などのちょっとした変化に気づき見守っていただき心配だなと感じた時には地域包括支援センターへご連絡をお願いいたします。地域の皆様と地域包括支援センターとで高齢者の生活を支えていきたいと思います。高齢者のことで何か困ったことがあったら地域包括支援センターにご相談すればいいんですね。では市内10カ所にあります地域包括支援センターの案内をお願いいたします。はい、花見月、調布の里、聖樹、調布花園、調布八雲園、市政柴崎、時和木国領、友愛、つつじが丘、千川です。お気軽にご相談ください。地域みんなで見守っていきましょう。地域包括支援センターの三上さんと花城さんにお話を伺いました。